さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。広場は安全だな。これで店に入れる。それじゃ、あとはトラックで。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。ノース、どうした？解放してあげましょう。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、
自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。ついていくわ。俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。僕も行くよ。ついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくよ。ついていくよ。みんな行こう。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。
何百人も解放された。やったな。来るぞ。みんなジェリコに退却しろ。ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってるの？奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。そうするしかない時もあるの。待て、火事だ。直す。ノース、平気か？何があった？ノース、殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか奴らに。やり返せばいいというわけじゃない。目には目をと言って世界は堕落した。してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。